宝塚歌劇団に首席で入団し、17年間活躍を続けた元男役の天寿光希さん。2022年に退団した後も若々しい女性ですが、年齢が公表されていないため、いくつなのか気になります。今回は、天寿さんの年齢に加えて、かっこいいと評判の本名、実家についてお伝えします。描いた絵が独特なため、画伯と呼ばれているという情報に迫ります。それでは、お楽しみください。天寿光希のプロフィール。本名加賀千尋、生年月日9月10日、身長167センチメートル、出身地秋田県秋田市、最終学歴政令女子短期大学附属高等学校、宝塚音楽学校。第一章、天寿光希の年齢は推定38歳。現役のタカラジェンヌは年齢を公表しないため、ファンが実際の年齢を知るのは彼女たちが対談した後です。タカラジェンヌは、ファンに夢を届けるのが仕事ですから、現実的な情報は基本的に非公表です。天寿さんは、2022年に対談したばかりであり、まだ年齢を公表していません。対談したからには、今後年齢を公表する可能性があるため、要チェックです。ただ、入団時期や在籍年数から年齢を推定することはできます。宝塚を受験できるのは14歳から18歳までの女子です。天寿さんは高校卒業後に入学しており、入学年は2003年。現役で高校を卒業し、19歳を迎える年に入学したことが事実であれば、1984年に生まれたことになりますね。だとすれば、2022年現在の年齢は38歳です。40歳前後、いわゆるアラフォーと呼ばれる年齢に差し掛かっていることがわかります。あと数年で40歳を迎えるとは思えないほど若々しいため、今後は舞台俳優として、年齢を感じさせない躍動感ある演技を見せてくれるかもしれません。第2章、天寿光希の本名は、加賀千尋。天寿さんの本名は、加賀千尋で、愛称は、加賀っちです。まるで芸名であるかのように洗練された、かっこいい名前ですね。昭和の映画女優を思わせる上品な響きが魅力的ですが、タカラジェンヌは、より華やかな芸名を考える必要があります。天寿さんの芸名は、故郷の秋田県にある老舗酒造の天寿が由来。地元への強い愛が感じられる芸名です。挫折しそうな時も、地元の人々の思いを背負っている。と、自分に言い聞かせるために、故郷が誇る老舗の名前を付けたのかもしれません。第3章、天寿光希の実家は秋田県。秋田県秋田市で育った天寿さん。地元の酒造の名前を芸名に付けたのですから、故郷には愛着がある様子ですね。実家の家族は一般人のため、職業や年齢は不明ですが、ごく普通のサラリーマン家庭に育ったようです。天寿さんは子供の頃、秋田県だけに閉じこもっていたわけではありません。父親の転勤に伴い、小学生の頃に一時期東京で暮らしていたことがあります。いずれ、秋田県に戻ることが決まっていたためか、東京では思い出作りに励んだそうです。その一環として取り組んでいたのが、ミュージカルへの出演です。子役として舞台に立ちつつ、歌や演技に取り組みました。同時期に感激したのが宝塚の花組公演、悲しみのコルドバ、メガ、ビジョン、でした。初めて見た宝塚の舞台に魅了され、お小遣いを貯めては何度も感激したそうです。小学校6年生の時に、秋田県に戻ったものの、お小遣いが貯まると、宝塚を見るためわざわざ東京に通いました。第4章、天寿光希は可愛いと評判。天寿さんはかっこいい男役の印象が強いですが、実は、
可愛いという評判も多くあります。演技をしているときはかっこいいですが、その状態で見せる優しい笑顔やお茶目な仕草、天然らしい言動が可愛いようです。スターらしいかっこよさと親しみやすい可愛さを兼ね備えているのですから、ファンが心をつかまれるのは当然ですね。第5章、天寿美月の画伯としての独特な作品。天寿さんはファンの間で画伯と呼ばれています。絵のセンスが独特なため天才と呼ぶ人もいるほどです。しかしこれは本当の意味での称賛ではなく、はっきり言ってしまえば下手な絵を描くことの裏返し。近年は絵心があるとは言えず、あまりにも珍妙でユーモラスな絵を描く人のことをネタにする意味で画伯と呼ぶのです。天寿さんはこの意味で画伯と呼ばれています。宝塚専門チャンネルスカイステージのキャトルでトークでは、珍妙なゴリラの絵を披露して話題となりました。紅ゆずるさんからピカソゴリラと命名された作品あります。概要欄にリンクを添付しております。ハゲたおじさんのような顔と4本の手足らしきものが描かれており、とてもゴリラには見えませんね。ただ技巧を凝らした絵よりもシュールで癖になるのか、なぜか魅力に寄りつかれたファンも多いようです。また少し怒った顔のアザラシの絵もなんとなく可愛さもあるためか、ファンの間では好評のようです。宝塚に首席で入団するほどの高い実力があり、完全無欠の男役という印象がある天寿さん。かっこいい存在だからこそなおさらシュールな絵を描く。画伯の一面が持つギャップに魅了される人が多いようですね。ご視聴ありがとうございました。